どうもテイラクル。<laughs> どうもテイラクです。えー、iPhone 画質チェック。えー、こちらが 5S の画質になります。最終的に iPhone 12 Pro まで画質チェックやっていくので、えー、よかったら最後まで見てください。iPhone 5S も綺麗なんですけど、まあ、こんな感じと。 でこちらが 6S。iPhone6S。うん。5S よりもさらに綺麗になったというところですね。で、こちら、8プラス。これ 6S に比べてかなり明るさが出たな。解像感も高い。うん。こういう。 まあ、6S の方がいいかなっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、明るさが、明るさと解像度大事なんで、この辺の、定規がいい味出してますね。定規の表現力はなかなか難しいものがある。そして、こちらが、え、11 Pro Max。iPhone 11 Pro Max。うん。 8プラスからさらに解像度が上がっていると定規いいですね定規の部分いいなそして、えー、最後 iPhone12 Pro こちらが iPhone12 Pro この解像度よこの明るさよすごいよねそして定規うーん こんな感じと。まあ、一通り見ていきましたが、5S、6S、8プラス、12じゃない、11プロマックス。で、えー、まあ、11プロマックスと比較するのが、やはり、12プロなので、こちらが12プロと。うん。この辺行きますか。イレイザーと、 この辺ねクーピーのところこういう色合い明るさ解像度この鉛筆削りのところに637って入ってるんですよね数字が上からこの辺の表現力とか見るかこの637がどうなってるか 5S はうん 5S は637見えないですねきつで次 6S6S も637見えませんえー、鉛筆削りのところに浮かぶ637は見えないと8プラス8プラスも鉛筆削りのところにある637は見えないと まあ、ブレてたらすいませんね。あー、11ProMax は637、7が見えない。6、ん ?6、ん ?3、んで、7は全然見えない。ですね、鉛筆削りのところね。これは、やっぱ改造感やばいな。これが 11ProMax で、12Pro。えー、これが プロなんですけどもこれ見てくださいあの鉛筆削りのところ637と入ってます637とこの改造感うーんいやー12と11プロマックスの比較なんですけど別に同じじゃんって 思うかな <laughs> どうでしょううん、同じかな同じじゃないのを証明したんですけど、どうなんですかねどのぐらいの改造感の高さになっているのか、ぱっと見わかるかな うん。まあ、こんな感じと。えー、はい。えー、iPhone 12 Pro の画質チェックのコーナーでした。次回の動画もよろしくお願いします。失礼しまーす。